コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、もうすでに出てます。はい、こちらですね、プレミアムバンダイから出ました HG ドラゴンボール Z 魔人ブー完全セットということでね、こちらが本日届きました。はい、こちらをね、今回は開封していきたいと思います。まあ、HG なんでね、久しぶりの HG シリーズ。はい、魔人ブー完全セットなんでね、はい、魔人ブーだらけということで、はい、では早速ね、この段ボール出してね、箱を見ていきましょう。はい、箱の外観がこれ、バーン、多くね。すごい、何体、8体か、8体入ってますよ、魔人ブーが。いや、結構貴重なね、造形のやつもありますね。このアークで、ピッコロ吸収とね、ご飯吸収、ゴテンクス吸収で、このね、この魔人ブー、これなんて初造形じゃない。はい、いや、これはちょっとね、期待できますね。はい、裏面だとね、普通に魔人ブー、魔人ブー純粋薬で、魔人ブー悪、ゴテンクス吸収で、ピッコロ吸収、アルティメットご飯吸収で、純粋で、シェイプアップ。シェイプアップなんて、これめっちゃ初でしょ、俺、本当に。いや、この中でね、このピッコロ吸収がなんかすげえかっこよさげなんだよな。はい、では早速ね、こちら箱から出してみたいと思います。はい、ブリスターの状態ですね。もうなんかすごいですね、時計みたい。いやー、すごいな、こんだけ入ってるとね、なんかほんと豪華って感じ。はい、では早速ね、普通のブーからね、取り出してご紹介していきたいと思います。はい、取り出してね、台座、補助パーツ組み立て終わりました。ではね、最初のブーから見ていきましょう。こちら、めっちゃよくできてるよ、これ。いや、 HG にしてはね、これめちゃくちゃ頑張ってるよ。いや、これは素晴らしい。ちゃんとね、顔のね、まあ、中心によってね、黒いね、墨入れみたいなのが施されてるんですよ。まあ、シワの部分ね。まあ、それによってね、こうね、なんかこう、表情がまた一段と違ったものに見えるっていう。いや、これは素晴らしい。久しぶりにやってくれますね、HG。 いや、いいわ、このデブブー。はい、で、続いてはね、 HG では新規造形になるのかな、純粋薬。はい、こちら、これもうめっちゃよくできてる、これ。純粋薬のこのガリガリボディ。でね、この表情、これもよく再現されてますね。 HG ですからね、これ。そう考えたらすごくないですか。でね、この上のね、このジャケットとね、別パーツなんですよね、体が浮いてるんですよね、ジャケットが。すごい、結構凝った造形にしてますね。うん、いや、これはいい、純粋薬。はい、続いてはね、普通の悪、こちら。
はい、こちらもいいね。あのフィギュアーズゼロ EX のねブーと同じポージングですよね。それを本当 HG に落とした感じ。いや、これよくできてるよ。再現度高っ。HG として考えたらめちゃくちゃすごいですよこれ。いや、造形いいなこれ。うん、いやこれいい、マジでいいわこれ。はい、悪。はい、次はゴテンクス吸収。こちら。すごい。いや、これまたすごいね。いや、かっこいいわ。ここまで来るとね、かっこいいね、ブーね。いや、めっちゃいい。いや、顔もね、ほんとすっごい、もうよくできてるわ。小さいのに。これはめっちゃかっこいい。なんかブーがめっちゃかっこいい。うわー、これはいいね。まあ、ただね、まあ若干やっぱ塗装に粗はありますけれどもね、うん、まあ、そこら辺はもうこの造形で帳消しでしょもうね、うん、いや、かっこいい、かっこいい。はい、はい、続きましてがピッコロ吸収。こちらバーン、めっちゃボリューム感増しましたね。いや、ピッコロのマントがすげえ。で、この叫んでる感じめっちゃいいね。クオリティ高っこれ。いや、これはすごい。ちゃんとね、小さいのにね、口の中の造形もしっかり作り込まれてるんですよ。いや、これはすごい。マジちょっと感動レベルですよ。あとね、この尻尾もすでにちょん切られてるやつね、これも再現されてるんですよ。すごくないですか。いや、すげえ。うわー、かっけえ。はい、はい、次がね、アルティメットご飯吸収。こちら、いや、これまたすごいな。まあ、HG でね、アルティメットご飯吸収のやつはね、出てるんですよね。まあ、ただこちらはポージング違いということでね。いやー、すごい、これも。はい、顔どうですか。もうこのね、もう買ったぜ感めっちゃいい。顔の造形が今回素晴らしいね。いや、すごい。はい、次は純粋ですね。はい、こちら、ちっこい、ちっこいんだけど再現度高い。めっちゃ再現度高い。似てるわ。ほんとね、小さいんだけどね、作り込まれてるな、細部まで。いや、これはめっちゃいい。はい、最後は
まあ、完全な新規造形ですね。シェイプアップブー、はい、こちら。いやーこれ味があっていいね、これね。もうシェイプアップしたブー、めっちゃいい顔つき、この引き締まったボディ、まあちょっとしたヒーローっぽいよね。うふふわー、はいはい、という感じでね、今回はこの魔人ブー豪華セット、はい、こちらのね8体をご紹介させていただきましたがね、いやこれマジですごいです。ちょっと感動しますね。や、久しぶりにバンダイやってくれたなっていう感じします。まあ、今までの HG のセットとかもねプレバンで販売してましたけれどもね、まあ、いまいちちょっとね似てなかったりしたんですけれども、今回全部すごいです。いやこれはねちょっとねプレ値つくね今後ね。なので皆さんもね、まあもうすでにねあのプレ版では買えないんで、まあ、メルカリとかヤフオクで、まあ、安いうちに買った方がいいです。はい、これは後々絶対高騰しますね。はい、ということでね、最後はねもちろん回転台座に乗せてねお別れしたいと思います。ということで今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。